起点の国道三基点の案内等あずま郡長野原町、羽尾交差点国道百四十五号終点群馬県、沼田市川田町交差点国道百四十五号は、群馬県あずま群長野原町から、沼田市に至る一般国道である。あずま群長野原町大技長野原起点の群馬県、長野原町羽尾から、中野城町を経由しながら等身し、中野城町を伊勢町までは、 東川や JR 東日本アガ線とほぼ並行しながら道路は走る。中野城町伊勢町からは、両社から離れ、高山村や権ン峠を経由した後、終点である沼田市下川田町の国道17号交点に至る路線であり、全線群馬県内のみを走る。なお本国道は、長野原町、大津交差点で県道と旧道の2ルートに分岐する。 長野原町、大津交差点から東阿賀妻町、松谷までを結ぶ旧道は、八っパダムの完成により一部区間がダム湖に水没し分断されることになるため、付け替え道路としてバイパスが建設され、2011年12月にバイパスが全線開通した。これにより2014年11月からは、長野原町を通過する旧道の一部区間が共用廃止、 通行止めとなり、以降ダム完成までの間は、工事車両用の道路として使用された。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。日本ロマンチック街道の標識安ず郡高山村、大技中山八ッ葉、バイパス、安ず郡東あが町大技松谷トンネル道の、駅群馬県沼田市下川田町国道353号との、 分岐安妻郡中野城町大和財政町ありがとうございます。